はい、皆さんこんにちは、トッポです。今回はこのゲーム、Apex 実況やっていきたいと思います。皆さんいつも見てくれている方も初めての方も、はじめましてトッポですと。今回はですね、ドドン、何もないと。まあですね、今までスナイパーも武器縛り、スナイパー縛りと、そしてヘビーアモも武器縛りと、で、そしてライトアモも武器縛り、エネルギー武器縛りとやってきたんですが、なんと今回は、皆さんに僕の本当の実力を見せていきたいと思います。まあ散々縛りとかをやってきて、まあちょっと皆さん僕はどんだけうまいか下手か分かんないよと言ったとこなんですが、今回何も縛りなしの普通にワンマッチプレイして、僕の力量をやっていきたいと思います。まあ簡単なんでね、まあちゃちゃっと料理しちゃって、まあチャンピオンを取っていきたいと思うんですが、はい、マッチいたしましたと。まあそうですね、お決まりのバルキリーさんでいきましょう。はい、味方さんよろしくお願いしますの。あれプレゼント。味方にプレゼント。あれプレゼターだよな。うん。あれプレゼターだ。このレースプレゼターですね。あれプレデターだ。これやばくねえか。味方にプレデターいたんだけど。初めて、マジで初めてなんだが、これやばくないか。しかもゴールド帯でプレデターに出会ったんだが。まあそうですね、これちょっと恥ずかしいプレイしたくないですね。まあ、プレデターの方に、まあどれほど、まあちょっとそうですね、ゴマ吸っとくことが大事なんで。プレマジか。そうですか。まあちょっと気合い入れましょう。まあ足は引っ張らないようにしときましょうと。やばくないか、マジのプレデターなんだが。やばくないか。ちょっとですね、それやばいなと。それやばい、本当にやばい。マジか。ついに俺もプレーダーの方と一緒にできる日が来るとは思っても見なかったと、まあ、言ったとこなんですが、この方ですね、はい、この方、このレースの方が、プレーダーと。マジですか、やばいっすね、これ。それやばいっすわ。ちょっと真剣に行きましょう。ちょっと真剣に行っちゃいましょう。ちょっと、まさかね、もうプレーダーの話しかしてないけど、野良でプレデターがいるとは。まあちょっとレースのこの方のプレーも見ちゃいましょうといったところで、まあもうくっつきますよ。もうずっとくっついて負けないよといったところで、まあ負けないよと案じて、まあ行きましょうと。まさかね、プレデターがいるとは。本当にやばい。本当にやばくないか。なんか神回の予感。マジか、えぐいな。それはえぐいわ。まあまあちょっと驚きが隠せないんですけど、まさかね、まさかそうなるとは。かあ、やばいっすね。まあちょっとここら辺漁っていきましょう。はい、漁ります。はい、ということで、まあ、大体、あさり終えたんですけど、いいのがないと、言ったとこですね。はい。これ、やばくないか。ちなみに、もう一回見えますね。この方です。これ、プレイ、やばくないか。マスタープレイだ。えぐくないか、ちょっと、えぐくないか。まあ、パーティー招待でフレンドにも申請しておきましょうと。これ、やばくないか。ガチか。まさかプレデターに会うとは。プレデターに会うとは本当に思いもしなかったと。まあね、プレデターの方がいればチャンピオンは楽勝と。まあとりあえずチャンピオンは楽勝といったところで、そうですね。まあ行っていきましょう。
はい、ということで、まあ、全然敵と接敵しないと、まあ、言ったところで、まあ、ちなみになんか、そうですね、まあ、僕、本当にやばいですね、これ。ちょっとすいません。そのやばい、今までもう始まったからずっと、やばいとプレデターの2単語しか言ってないと、喋ってないと。まあ、その実況自体がもう実況放棄しているので、やばいといったところで、戦ってますね。まあ、行きましょう、行きましょう。それやばいですと。まあ、行きたいとこなんですが、まあそうですね、もう必殺技で行っちゃいましょう。やばくないか。さあここでスキャンしましょう。内モードに人造人間の電源はオフにしてください。なるほど、いますね。はい、いますね、いますね。撃たれてる。ケアパッケージが接近中。こっち。さあモザンとあれなんでやばいと。一回引きましょう。一回引きましょうね。さあシールドしてますと。マジか、やばくないか。そこで聞いた。オッケーオッケー。さあそれはやばいな。マジか、プレデター。さあやばいですね。マジですか、強いっすね。やばい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 。一回上に上がって、そうですね、一回上に上がります。これはやばい。何もできなかったらもう炎上しますね。さあ一回、そうですね、特にやることもないと。まあちょっとこれはちょっとやばいですね。足引っ張りたくない。もう精一杯くっついていこう。マジか。てか、マジで自分、ちょっと陰キャして逃げてしまったんですけど、あの場面で、やられない ?3 対1の場面で逃げ切るっていう、まあ、それがやばいと。バケモン級じゃないか。こんにちはと。ここでコビ言っときましょう。いや、マジやばいやばいやばい。本当に興奮冷めやらぬ感じですね、はい。他に敵がいる。マジやばいですね。はい、シールドをリチャージ。これはやばくないか。待て、回復中だ。これはうまい。どうだどうだ。もう相手ミリですよ。倒しましょう。うわー、マジか、マジか。はい、ということで、エーペックスしたんですけど、プレデターの方に遭遇しましたと。この動画は良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もう本当にエペ最高ということで、また次回の動画でお会いしましょう。